BCW ヘビー級選手権試合、まずはじめに挑戦者ミスター雁之助入場。さあ、いろいろな思いを背負っての試合はこの人も同じであります、ミスター雁之助。まあ選手としましても、それから後ろに回っての、団体を支えるという活動も、かなり大変だったと思います、ミスター雁之助。しかしやっぱり最後の試合は佐々木健介とやりたいと、ビッグネームとやりたいというね、そういう願いが叶いました。しかもタイトルがかかっています、この試合、ミスター雁之助。まあいろいろな複雑な思いを持っているのはこの人もやっぱり同じでしょうからね。そうだと思いますね。一番上の立場だった人ですからね。まあマンモス佐々木選手を前面に押し立てて、自分は後ろに回っていろいろやっていた時期もあります、またはそうできなかった時期もあります。いろいろね、戦う上ではなくて歯がゆいもかなりしましたでしょうしね。そういった思いを全て、ぶつけようという生産の意味でもあります。この試合ミスター雁之助先に入場を終えています。その相手がHCW のベルトをかけることを承諾いたしました佐々木健介です。まあどのプロレスファンの方も知っている佐々木健介というこの名前、また佐々木選手もですね、最近になりまして、まあいろいろな、自分を巡る動きがありました、長州選手の元をね離れたり、そしていろいろな団体にも最近は、この体を上げるようになってきています。またこの佐々木選手もね、大変な時期だと思います。団体の大きい小さいとか関わらず同じような境遇なんでしょうね。その辺を感じたからこそミスター雁之助、この佐々木健介、との一戦を望んだのかもしれません。こちらも本当こうなんかそういう感情の国にしてすごく楽しみな試合でしたね。カードとしましてはもうドキドキするようなカードですよね、やっぱりね。どうなるんだろうっていうのはね。北斗晶会長よりタイトルマッチ認定宣言でございます。まあ佐々木選手の奥様でもあります、北斗晶さんがハワイアンチャンピオンシップレスリング会長に現在収まっています。タイトルマッチ宣言を今行っているところです。ミスター雁之助の試合はハワイ HCW が認定した HCW ヘビーウェイト選手権試合であることをここに認める。2004年2月11日ハワイアンチャンピオンシップレスリング会長北斗晶。この試合はハワイで行われた試合で1月の10日、これは現地時間なんですが、その時に行われたロッパーカという選手を下して獲得してきたタイトルであります。さあベルトの確認を終えました。ベルト取ってほしかったですね。今ガッチリと握手を交わしています。会長との握手を終えました、まあ、やっぱりこの中身が問題ですけれども、ベルトがかかったということで、ミスター雁之助にとりましても一つね、よりなんていうんでしょう、この試合への思い入れが強くなりましたでしょうからね。それだけミスター雁之助という選手が、ね、認められていなければ、はい、必要ないわけですからね。最初はこのベルトがかかっていませんでしたが、雁之助がアピールしたことによりまして佐々木健介がこれを承諾しています。ミスター雁之助、さあ WMF 休止前の最後の試合です。そして佐々木健介です。まもなく試合開始のゴングが鳴ります。 HCW ヘビー級選手権試合60分一本勝負です。緊迫感ありますね。いっちゃうような雰囲気。本当こう雁之助さんでもこう何が飛び出すか分からないようなレスラーじゃないですか。本当にそうですね。いろんなヒールファイトもするし、もう本当テクニシャンのような動きもするし、はい、変幻自在の技師ですよね。パワーを持った技師ですからね。はい、何でも器用にできちゃうんですよね。まあハードコアからそのグラウンドのテクニックもやっぱりね、使いこなしますし、何でもできます。まずはロックアップから始まりました。おお、見た感じ、あの体格はほぼ一緒なんでしょうかね。そうですね。健介が上回ってるのか。まさにパワーファイターの佐々木健介でありますが、雁之助も
大体一緒ぐらいでしょうね。一緒ぐらいに見えますよね。ただそのデカさというのは組み合って初めて分かるもんだというねところもあります。シルエットとしましてはほぼ一緒には見られます。というようにしていますが足をかけます。首は取らせません。運動するような動きをしてみようと。これがオールマイティな選手も珍しいんじゃないですか ね、 ですね、すごい優勝するわけじゃないですけど。いや、まあ元はね、九州からハヤブサ選手と一緒にねやってきまして FMW で、まあ FMW を離れていろいろな団体に上がっていた時期もあります。まあそれを言ったらこの雁之助選手も花からですね、本当に修羅場をくぐってきた、いろいろな団体の飯を食ってきた、そしてフリートもやってきた、フリーとしても頑張った選手ですよね。もっともっと僕らには分かんない苦労してると思いますよ。そういったものは胸の中に収めてこの健介戦、今のところなんて言うんでしょう、正統派の試合内容という感じがあります。健介が煽ってきます。さあ雁之助はこれからどういう雁之助を表していきますか。熱い胸板に向かって一発逆水が戻ってきます。重厚ですよね。そうね、まさに重厚。そういったこの逆水平、雁之助も煽られるようにしてフルパワーで突っ込んでいきます。おお、もっといけいけいけっていう気持ちになってましたよ。ああそうですか。まだ続きます。またしなく続いていくんでしょうか。雁之助の表情が変わってきました。困りますね。おわっと、これはいいのか。雁之助らしいといえば雁之助らしいんですが完全に気を抜いてたところでしたね。これも雁之助のあの懐の広さですよね。いろんなものが飛び出してきます。まあいろんなところにポケットしまってますから、いろんなところね飛び出ようがあり、その正統派のスタイルがあり、その一つも出しました。おサソリいきますか。これをやるとは思わなかったですよね。本当にちょっとこれには佐々木健介もびっくりしてるかもしれません。お客さんも招集コールです。いいのかという感じもしますけどねさあステップオーバー。どんな思いでこの足を取られているんでしょうか。佐々木健介姿形が見られなければ後ろにど真ん中いるっていう感じでしょうからね。いやこれはパワーで、パワーで逃れました。力で逃れた感じですよ、ね。わずかですねこれね。雁之助が腰を落とせませんでしたもんね。おーっとカウンター。今のは力で逃れましたね。そうですね。まあパワーで打ってきた選手ですよね。佐々木健介という選手はね、パワーを、まあ、パワーだけではなもちろんないんですが、おお、これサソリじゃないですか。佐々木が、健介がサソリ返しです。こうやるんだと。ちょっと言ってることしなければやらなくてない。佐々木、まあこれが正統派のサソリだというものを受けています。雁之助、おお、雁之助もプッシュアップ。あとこれは返せないか。大きくはもう本当に腰落とされちゃってますよね。そうですね、これはちょっと意地でも逃れてほしいですね。大きい状況ですね。もうすぐ重たい腰が相手の腰に乗っています。あしかしロープに届きました。あっという間の5分経過です。立ち上がったところ回っていたかのように逆水平、一発一発本当に重厚、重みを感じさせます。この一発場外に落としてきました。おお、これは場外でのラフ殺法でありましょうか。珍しいんじゃないですかね。ですよね。まあ健介といったら、まあほぼ皆さんが思っているイメージが正統派も正統派という感じでしょうからね。レスラーから離れてください。健介さんの気を叩きのめして ね頑張れっていう気持ちを伝えたことがありますからね。
あるいはこのガンの助とですね、ラフな部分を呼び起こそうというそういう気持ちもあるのかもしれませんよね。自ら場外へ誘い出しました。そして先制攻撃です。 あっという間に額が割れています。ガンの助がまた例によりましてこの額を赤く染めています。こうなりますとガンの助の違う一面が表へ顔を覗かせます。こういうファイトも珍しいんじゃないですかね。かもしれませんね。そうですよね。あまり やられないんじゃないですか、ましてや階段席まで来ましたよ。ね、まあ、佐々木選手もですね、WJ を離れまして、いろいろなところに、ね、顔を出すようになりました。そうですね。でやっぱり本人が言ってるようにやっぱりいろいろなことを経験することが自分のものになっていると。これほどの選手になってもやっぱりそうですからね。そう、僕も多分WJ に参戦させてもらってる、ものすごく人のできた人だなと思いましたね。私もね、ご挨拶なんかしたこともあるんですけども、これだけの大選手が腰は低いですし、素晴らしい、接する人々をですね、なんかこう温かく、してくれる人ですよね。そうですね。温かく包み込む、そういった包容力、大きさを感じさせる選手です。走り込んでいってラリアット、場外でのラリアットです。竹下さんきついのこういう床でやられると取り切りきついですよね。やっぱり違いますか、リング上でのラリアットと外でのラリアットっていうのは。受け身っていうのはダイレクトに、なるほどね、伝わっちゃいますからね、この衝撃っていうのは。さあリングに戻すのか。こうやることによりましてミスターガンノスケの怖い部分を呼び起こそう、呼び覚まそうというそういった狙いがあったのかもしれません。ガンノスケが怖い表情にはなっています。しかしあのラフなガンノスケの一面はまだまだ顔を覗かせております。お、これもまた珍しいですね。僕もちょっと見ながら、ね、あこういうことするんだっていう、気持ちになりましたね。これはですね、ガンノスケの方から本来ならば、ね、やるならばね、おそらくガンノスケの方からだと思われてたんですが、逆にケンスケの方からやっています。ちょっと食らってるでしょうね。でも、あれあれあれというところがありましょう。やはり初めてやるこの名前、その試合の前というのはいろいろなことを思い起こすでしょう。試合の展開とかね、そういったものがもろくもあっという間に崩れ去ったのかもしれません。これは自分が考えていた展開ではないのか。ガンノスケ、アウト、カウントは2です。ね、やったことない人だし、ましてやね、こういうビッグネーム持つじゃないですか。イメージも浮かびづらいですよね、試合に対して。それに対してこういうね、ラフサッポーで来られてたり、さあコーナーに持っていきます。もう思い切り叩きつけました。本当にこれセコンドつけながら本当に純粋に応援してましたね。ああそうですか。本当ミスターガンノスケと本田さんっていう気持ちでしたね。本名のね、ミスターガンノスケ、しかしこの辺りはもう完全に動きが止まってますね。まあしかしタフさではナンバーワンのものを持っていますこのミスターガンノスケ。彼はどうするんですね。ですよね。ブレンバスターか。ブレンバスターもう一気に引き上げました。引っこ抜きますね本当に。このあたりやっぱりパワーの証であります。ケンスケの方は全く綺麗な表情をしています。ガンノスケ、おお。ガンノスケが握り拳。逆水平もう一発連打します。連打します。そういえばこのリングに小島選手もね、上がったことありますよ。小島選手もですね、あ、こういう小島選手があるんだというような試合を見せてくれましたが、この佐々木健介も、これも佐々木健介の一面だという試合を見せてくれています。それに応えるかのようにバックを取った。おジャーマン、ちょっと形は崩れましたが、いいタイミングでした。逆にああいう肩から落ちるように逆に響いてきますからね。こっちは響かれませんね、逆にね。手にはうまくは取れませんでした。おー、ガンノスケのボディスラム、ガンノスケが飛ぶのか、飛ぶのか。ダンバックルが外れている、そのコーナーに上がっていきます。
コーナーマットが今ありません。そこへミサイルキック。アノスケ選手ってのは重たい体でありながらこういう飛び技も結構見せるんですよね。そうですよね。アノスケが念仏パワーボムか。やはり相手が誰であってもこれは見せます。念仏パワーボム。ちょっとしかし抑え込む力が弱いか。カウントは2です。リグズシャド吹き返せないんですね。なるほどね。しかしちょっと戻ってきましたよ ね、 そうですね。一時はピタッと止まってましたけどね。戻ってきた動きは、そのままファイヤーサンダーです。これだと思った。あっとこれも返されました。ペースはなんとなく握りつつあるんですが、やっぱりこうピュアがクリアされると、精神的にきついですからね。あと支えてるのは精神力ですね。ラリアット、パワースラム。ラリアット来たんですが、それを迎え撃つパワースラムです。頭ちょっとダメージを受けているようでありますが、先に立ち上がったのが佐々木健介。ちょっとちらっと確認しておいて飛び込んでくるところ、ガムスケクラッチか。ガムスケクラッチ、さあこれ取れるか。取れません。うわーっとこれ西のね隠し技だと。ラリアット最後の一番と言ってもいいようなガムスケクラッチだったんですが、これも切り返されてしまいました。切り逃れてしまいました。ご飯ですか。しかしガンノスケは出すもん全部出したという感じになりますよ今。強烈に一発叩き落とされます。おお返した。なんとか返しました。オルネードボムはランカウントは3つ届いていません。しかし佐々木にだいぶ余裕が生まれてきています。ラリアットラリアットです。これぞラリアットというラリアット。佐々木がまさに仁王立ち。健介、ああこれは雁之助そんなものかという。雁之助を相手をね、鼓舞するかのような手拍子を要求しています。スタッフが死ねねえんだよっていうのがすごくいいですね。垂直落下、これで決まりか。カウントは3つ入りました。試合終了です。やっぱり今の方が普通に VTR で理解しても考えの会社ですね。ですね。最後はあれほどタフなミスターガンノスケが動けなくなりましたもんね。完全に一発目のラリアートを殺すような、すごいですね。あのラリアートに佐々木健介のメッセージが込められていたようなね、そんな気がいたします。ベルトも移動はありませんでした。ガンノスケ勝ちを取ることはできませんでしたけれども、駆けつけてくる筒になって、こうなってさ、こうぼーっとしてるんですよね。はいはいはい、すごいですよね、やっぱ力的なもんはね。あ、マイクを取りました健介。おい、これはお前の仕入れで旅行のベルトかけたんだよ。いいか、よく聞け、負けるな。すごい劇ですね。本当にすごくいい言葉が聞こえます、頑張れという言葉の中に俺も頑張るというね一言ありましたね。こういうことって 言わせるのもそうなのかもしれないし、言ってくれる方もそうかもしれないですけど、なかなか言えないですよ。本当に頑張れ、すごくありがたいですよね。やっぱり戦いを通じてその雁之助の今の苦しさを掴み取ったんでしょうし、で自分
にもそれがね、ひいては、照らし合わせることができたからああいう言葉になったのかもしれません。今度は雁之助です。皆さん聞いてください。1年半という短い間でしたけど、よく聞いてる短い間でしたけど、とりあえず今日もってダブルエルメ活動を停止いたします。でも僕も選手も社長も潰すのではありません。なくすのではありません。僕は今日この日がダブルエルメの第一章の終わりで、第一章絶対来るって信じてるんですよ。章の終わりなんだと何回もそれを言ってましたね。第2章があるんだと、いうこと、これはマモさん、ファンの皆さんが我々は信じて待ってればいいわけですね。ちょっとこちらって言ってたけど、涙まで流してくれてる人もいましたね。いらっしゃいましたね。ありがたいですね。最後ここに残った選手たちでエンジンです。小田さん、1年半、本当に他じゃできない経験しました。でも俺、絶対無駄じゃなかったと思ってますよ。だって芸人、小田さんも、社長も、みんな選手、WMF が大好きですよ。みんながその気持ちを持ってたら、絶対また集まりのと思う。俺はここにいろんな誘いを断って WMF に来たけど、俺はそれは正解だった。最後マンモス佐々木選手のマイク、どうですか佐々木さん。泣くもんかと思ってたね。涙出てきちゃったさ。でもね、これはもう次につながる涙ですから、ファンの皆さんはもういつになりかは分かりませんけれども、期待して、おそらく皆さんが待ってくれてると思います。最後に佐々木さん、一言お願いします。WMF は絶対終わらせませんので、はい、期待していてください。はい、その言葉を本当に信じてファンの皆さんと共に待ちたいと思います。どうもありがとうございました。